インスタライブもしちゃおうかな、なんつって。肌ツヤツヤじゃない？ミスド食べてもいいですか？昨日の夜買ってきたんですけど、だけどあっち行きょう昨日の夜買ってきたんだけどさ、食べれなくて。同時配信してます。なんかどっちでやろうかなって思ったんですけど、多分インスタライブの方が見やすいよって人も、TikTok じゃない、ショールームのが見やすいよって人もいると思うので、いつもねショールームで配信してんですよ私。だからショールームのが見やすいよって方は、あとねこっちはギフト投げられないようになってる気がする、ちょっとわかんないけど、だからもしあれでしたらギフトくださるよって方ショールームにお越しください。ショールームで川原美咲って調べたって出てきます。そう、画質はインスタの方がいいんだけども、アーカイブ見ないとだから、アーカイブ、あ、そう、皆さん少年秘密クラブゼロの配信が今日の23時59分までなので、あ、森氏だ、森氏、そうなので、全然もうこんな配信よりね、もうあと30分ぐらいですかしか見れないので見てください。私は千秋楽のね、カーテンコールが好きですね。まあ余談を言うと、 iPhone again for it? Yes. かゆい。やっほー。そう、余談を言うと、あの、いっちゃ最後の、違う、千秋楽とか、まあ普段のオープニングはライゼンシャインで、最後アシリが
こうやって言ってふんふんって決めるんだけどふんって決めるんだけど、こうしとこ、決めるんだけど、千秋楽バージョン、まあカーテンコールバージョンはマルグリットとルンルンして開けます。ヒントもらわずに結局見ることになった。逆に今聞きな、見ながらさ、私はめっちゃパジャマ、あっつミントほうじ茶でも飲むかしら。ハイド様取り囲む図理解できない。あれはね、結構キャストの間でもなんのやつなんだろうって。まあでも結局は少年秘密クラブなんですけどね、よ後のあれをね、まあメンバーをこうやってよく見たら、スゴタンもいなかったですよね、確か。本来はね、去年のバージョンだとアシビもいたんですよ。あそこの街の雨がなんとか。従ってるんじゃなくて、ハイド様にこう牛耳られてる感じって言ったらわかるかな。子供が大人にこう牛耳られてる、操られてるっていう図なんですけど、実はだから最後それ終わってからショービとハイドが睨み合ってはけたらネリネが出てきてライズインシャーンって入るでしょ。もうオープニングが超好きなんですよ私。なんかさあれみたい。なんかね。待って。ギャルみたいなやつ。なんかさ、なんか、あ、ごめんね。私お茶沸かしてんだけど。なんて言うんだろう。もう何言うか忘れちゃった。あ、そう。なんかアニメのオープニングみたいな感じが最高ですよね。ポンデリング。チョコ。まあ、本日の大本命は、ザクモッチリング。これだと全部食べれないと思うので、とりあえず食べていただけ食べよう。なんなん？なんなん？こっちも見てるよ。こんばんは。まだツルツルに見えるでしょ。私最近流行りのなんだっけ、もうアーカイブ開けてもいい、見てよ今日までだから、見ながら
さあ見ながらって絶対見るじゃない。明るいな。あんたいつでも来れるわ、私の配信なんて。うん、なんなら終わってからもやってると思うから。30分ぐらい、40分ぐらいはやってんじゃない。いただきまーす。見てって、あるかも。青木さん、こんばんは。すごいいろんな人が見て、こんにちは、あんにょん。これ何味か忘れちゃった。最後の1個だったんですよ。明太なんだっけ、明太なんたらとみたいな、なんとかポテトみたいな。ゲーム時いつだったかな。2日目とかかな。確か違ったか。いつかのがね。そう、見逃した方も DVD を買うと見れるので、ぜひ。物販はね、明日の29日の23時59分までなので、見損なったって思っても DVD ぜひご購入ください。あと DVD 買うとね、 DVD でしかもらえない、なんや、DVD でしかもらえない写真、 2L とかのブロマイドがついてくるんですよ確か。そう、だから DVD もぜひご購入ください。今日は15時ぐらいにお稽古が終わってドーナツ食べてました。で、覚えなきゃいけない台本があるので必死に覚えながら、なんか公園みたいな、ちょっとステージがある公園みたいな、広場みたいなところにカフェがあったから、そこに行ったんです。見つけてね、で行って、なんか男の子のアイドルさんかなんかの
メンズアイドルさんかなんかのステージがあってたのかな、なんかすっごい女の子が、まあ、超リボンとかつけた可愛い女の子たちがめっちゃいて、これは何かあったかって思いながら、でもそこのソフトクリームが牛乳でもうミルクジャージーみたいな、ジャージー牛乳みたいな感じだったから、しかも暑かったの、もうお昼さ28度とかあったじゃん、東京とかってあったんですあったんです。でだから暑すぎと思って、アイスクリームとカフェオレを求めて歩いて見つけたよって感じなんで、もうとりあえずアイスとまあカフェラテコールドブリュー系あったけど、ミルクティーが美味しそうだったからミルクティーを飲んだんですよ。でそこで必死に台本を覚えながら、私ねお家に帰っちゃうとダメなんですね。なんでそんなに痩せてるの、マジで遺伝ですもう、何もやってないですよとか言うのうざいと思うから、もう遺伝です、マジで遺伝。ただ川原家ってまあどっちに似るかなんですけど、ちゃんとした川原家の家系ってまあ40歳、30歳中旬ぐらいからちょっと皆さんねふくよかになられてくるんですよですよって言って、そうでもちっちゃい頃はみんなガリッガリなのに対して、ママ型の血に血に似ると、あのママの方は結構ねスラッとした感じ、じいちゃんがめっちゃ背高くてみたいなでスラッとしてて、そうママの家系は結構そのままスラッて感じでなるんですよ。まあでも私は結構、ま、なんだろう、遺伝もあるかもしれないけど、ちょっとしたのを頑張ってます。ちょっとしたやつ例えばお野菜から食べるとか、なんか喉乾いたら野菜生活飲むとか、わかんない、それがこう響いてるのかわかんないけど、あと私添加物気をつけてます。添加物、食品に入ってるさ、例えば赤いお菓子だったら赤色106号とか入ってるわけですよ。そういうのってあんまりね摂取しない方が良かったりするんですよね。うん、だからさゼロカロリーとかってあるじゃん、あれカロリーがゼロなだけで、甘味料は入ってるの。うん、でその甘味料が結構、甘味料系って体に溜まっていくのね、こう蓄積していくんだけど、それそれ結構ゼロカロリーとか言うてたりするけど、お砂糖のが消費されるからお砂糖のがね太りにくいっていうのがあるんですよね。実は研究結果が出てます。んだから無駄に甘味料を取らない方がいいかなって感じ。ちょっと待ってた。油ね。油をね、良い油を取った方がいいですね。例えばポテトチップスとかって体に悪いって言うじゃん。あれ油なの？油が
少ない油、アクリルアミドっていうやつを使ってて、油がね、あー、おいしい。そのアクリルアミドってやつ結構体に蓄積して、しかもね、太りやすくなっちゃったりとかするんすよ。なんでね、アクリルアミド気をつけてください。これは嬉野茶、私大好きなんですけど、嬉野茶な、これミントほうじ茶ってやつ、相川製茶で作られてますけど、これ私好きなんです。ネットで、私もネットで買ったんでね、まあぜひよろしければ。そう、あの、あーしが勧めて買ってくれた方がいて、何かで、これめっちゃいいねって言ってくれたので、まあもしよろしければね、ご購入ください。くしゃり出そう。食品詳しいんですね。どこで学んだのですか。私小学6年生の時、小学校高学年ぐらいになるとさ、なんかさ、なんて言うんだろう、保健の授業であったの、なんか、なんて言うんだろう、保健の授業でさ、添加物とかのお話があったのね。で、保健の先生が添加物の一覧表みたいなのをくれたんです、みんなに。みんなにっていうか、まあプリントとしてね、まああの皆さんね、ぜひあの冷蔵庫とかにね貼って、ご両親の皆さんにね、ご両親にね、お伝えてくださいみたいな感じで、例えば赤色106号発がん性物質みたいな、ありみたいな、そういうのがバーって一覧になって積まれたので、それで衝撃受けちゃって、私、え、待って、こんなの食べてらんないわってなったの、小学校6年生の時に。そうで、だったり、ま、そんなに体にはね、めっちゃくちゃ悪いわけじゃないんだけど、黄色104号だっけな、黄色、黄色104号は芋虫からできていたり食事中の方すいません、でもそんな感じ、衝撃受けるでしょ、えってガーチャーってなるでしょ。で、私も衝撃受けて、そっから小学校6年生ぐらいから目覚めて、そこからね、なんだろう、その全部削ることは絶対無理じゃん。私もさ、もう大好きだからさ、ジャンクフードとか、ジャンクフード大好きだから、逆に言うとジャンクフードを食べるために、あの、日々節約をしてるって感じ、体の中のものを。そうだから全部はもう無理だから、例えば一番あんまり よろしくないのが赤色106号っていう赤いものに使われてることが多いかな、赤いちご味とか、うん、まあ結構パプリカの赤を使ったものとかね、食紅の赤を使ったものとかは結構あるんですけど、最近も赤色106号は気をつけてますみたいな感じ。もう大きい大枠はちょっと気をつけるって
ポンデリングしか硬いよな。でもポンデ黒糖がなかったの、私ポンデリング界隈だとポンデ黒糖が一番好きなんですけど。かき氷のシロップ大丈夫なの？いろんな色あるけど。あ、かき氷のシロップはちょっと私は、てか何だろう、体に悪い味するじゃんけど毎日食べるならあれだけど、年に1回とか年に数回お祭りで食べるとかなら全然私はいいと思います。うん、私はね、だって楽しんでらんないじゃん、そんな嫌じゃん。例えばじゃあ私が彼女だとしてさあ、みんながさ彼氏だとして、みんなが私の友達だとして一緒にお祭り行ってさ、え、それ赤色106個入ってるよって言ったらさ、めちゃくちゃうざいじゃん、もうお前なんなんってなるじゃん私はそういう子好きだけどね、もう友達になりたいって思っちゃうけど、うん、嫌じゃん。だし私も言われたら嫌だから、お前なんなんって言うと思う多分。そう、まあね、だからもう普段は言わないです。自分に気を、自分の気にかけるだけって感じ。そう、こんなこと言っていく私さ、本当にビッグマック大好きなの。好きな食べ物何ですかって言われたら本当はビッグマックって答えたいぐらい。うん、おいしい。もうね、私のショールームを見てくださってる皆さんはマジで周知の事実ってぐらいさ、本当にうわまたこいつマックビッグマック食ってるやんって思うぐらいさ食べてるでしょ。髪切りありがとう。MBTI 言ってやんな、みんなって言って、私がもう先に言うけどね、ゴリッゴリの N トップ、ゴリッゴリの ENTP です。ただたまに INTP になったり ENFP になったりします。そう、 I と E、 じゃあI と E か F と P、 じゃあ T、 F と T の部分がたまに変わったりするんだけど、だいたい N トップかな。1位が ENTP、 2位が INTP、 3位が ENFP って感じ、割合としては。深夜のミスドって罪でね。うん、たまに F、 たまに F かな。でも N と T は結構、 T じゃない、 N と P はマジで変わんないです。あのね、たまに IS、 違う、ISTP になることがあるんですよ。タウントだもんね、多分気分がこうなってる時だなのか分かんないけど、かちょっと下がってる時なのか分かんないけど、たまに ISTP になるの、診断結果が。けど P はマジでずっと P なの。 P って何いや、自分で調べられって思うでしょ、私配信してるから調べられない。 P ってなんだっけ、計画的みたいなやつ、それ T？
計画なし、計画性なしの日。マジ？私旅行の時計画しないと無理なタイプだけど。え、もしかしたら今 MBTI したら変わる？横は P の人じゃないと無理。あ、計画なしの方がいいってこと？って感じ？うん、変わるんですよ結構。計画して計画しない方がいいってこと？え、それさ P と J だっけ？N と S とかじゃない？違う？ちょっと時間めっちゃ限られてるし、あ、そうだって時間の無駄にしたくないみたいな。例えばじゃあ沖縄行くじゃん。で、え、どこ行く？え、どこ行く？ってなる時間がもったいないの、私は。あ、そうだ、そ、 F じゃない、 F と T じゃない、それ。現実受け止める方と裏を読む方。 T の人が多分あのみかんをパッて渡された時に、え、やったみかんだ、美味しそうって思うのが F で、え、みかん、なんで私なんかしたっけ、え、なんで、何ってなるのが T で、確か。そう、時間が惜しいんですよ、んですよと。時間がね、もったいないと思っちゃう。だからお風呂に入る時間ももったいなく感じちゃうんです。でも、分刻みとかでやってる予定グループに共変にできないみたいな。ん？分刻みとかでやって予定グループに共変にできないみたいな人はきつい。そんな人は私は無理私無理。でもカレン J、ISFJ とかだなんですよ、確か。もうちょっと忘れたんですけど。だから、カレンとハツカとヒカルンと4人で行くときは、
だいたい20日と私がマジ分刻みで予定立てる、予定立てるっていうか、ねえカレンとかに、あ、ヒカルもね考えてくれるかな。ヒカここ行きたい、え、カレンここ行きたい、そうって感じかな。でそれをじゃあここ行ってここ行った方が効率的だから、車の移動的に、だからここ行った後にここでお昼ご飯1時間ぐらい食べて、その後ここ行って2時間ぐらい遊んでホテル戻ったらプールの時間間に合うからみたいなっていうのをやるのが私と20日かな、だいたい。ひかちゃんは何なんだろう、MBTI 分かんないよ。そうだから逆に言えば案を出してくれない人が嫌だ私は。え、どっか行きたいとこあるとかさ、どっかなんか、え、行きたいとこあるってなって、ここ気になるなあ、別に絶対行きたいわけではないみたいな、え、どっちってなるからそう、これ温めた方がいいよね絶対、ちょっとだけ温めよう。そうなのよ、ヒカはねどっちにもなれるタイプな気がするな。ヒカここ行きたいな、うん、そっちの方がいいかもね。うん、何これ明太ポッチ、明太なっちゃう、あ、使える、いいね、でも使えたらねやめよっか、買いました。でもこれちょっと塩辛いからさ、これ別腹、無償になりますよ全然。疲れたくね、行く気力あるで、大体友達もないって言って、もういいかなる時もあります。でも予定と、あの旅行とかは結構ちゃんとしたい。だったり例えば今日じゃあどこ行こうっつってめっちゃメイクしたのにリスケっていうか、もうちょっとやっぱ疲れたから今日ちょっと無理だわって言われた時とかめっちゃイライラする、メイクしたんだけどならない、私なるんだよ。いや、あのね準備時間と割合、準備時間とこの差、例えば1時間準備にかけて洋服選んでってやったにもかかわらず、ちょっと無理かもってなられると、はってなるよね。
いや、そういう時無理やりでも暇な人捕まえてどこで、マジで一緒、本当にそう、本当にそうなの、本当そうなのよ。私も暇そうな人、暇そうな人ですぐ返信が返ってきそうな人、例えばのんのんとか、そう、遊びモチベで行ってるから今日はみたいな、でこんなにメイクもしてこんなに可愛いのに出かけないわけがなくないってなるじゃん、こがっちり決めてんだけどみたいな、って時はもうどうにかしてでも友達を捕まえてご飯でも行こうってなるかな。うん、卵おいしい、おいしいけどさ、買ったの覚えとけよって話だよね。うん、多分卵と明太ポテトみたいなの買ったんだよ。うん、当日とかでも私も全然するよ。ほんであなたと私の違うところは多分当てつけのようにあー楽しかったみたいな空気を出す。なんならお前がリスケしたんだからなっつって、その友達に、てかもう友達私の友達はその友達みたいな、私の友達だから友達のストーリーにイエーイって乗ってこいつ別の人と遊んでやがるっていうのはもう隠さない、全然隠さない。めっちゃおいしい。作物チリン、これのねビーフシチューみたいなやつがめっちゃ美味しかったんですよそんなしないですよ、後付けなんて。けどもう全然隠さないで、なんなら逆にごめんねってなるじゃん、え、本当にごめんね今日って言われるじゃん、あ、全然大丈夫、丸々と遊んできたからみたいな、ね、全然言っちゃうタイプでも、私の友達もえ、めっちゃいいじゃん、ごめん、マジでごめんっていうタイプが多いから、え、全然いいよ、全然いいけど今度遊んでねって一人で出かけるっていう選択全然あり、なんならもうなんだろう、もうさ誰も捕まんないって時あるじゃん、私も友達少ないからさね、そう友達少ないから、やっぱさもうどんだけ声かけてもさ諦める、そうもう無理の時あるじゃん、その時諦めて寝るのが ISFP。 そういうことね。友達少なくはないですね、正直いろんなところに友達がいますけど、なんかもう急遽誘える友達って親友の域だと思ってて、私はだから急遽誘えるこの親友たちに聞いて無理だったら一人にする、一人で全然カフェ行って勉強したりとか、大体ね舞台をやってたりっていうことが多いから、舞台の台本をもう台本覚えるってことだよね神様ってことで、そのカフェの超隅っこでこうやって覚えたり
でも大体のんのんとご飯行くかな、そういう時は。のんのんとゆきまるに声かけて、大体え空いてるって大体言われるから、オッケー、じゃあどこど何食べたいってなるじゃん。でみんな意思表示してくれる人だからさ、例えば何食べたいって言って、のんのんが大体肉とか言うんですけど、オッケー肉ね。で大体焼肉大好きだから焼肉美味しいとこ知ってんですよ、のんのんが。えどこ美味しいとこない、オッケーもう予約したよっつって。もうね、ゆきまるとのんのんの時と一緒にいる時マジで計画がバーチクソ早い。私がなんだろう、私4人の時に計画派に回る私が出遅れるぐらい本当に早い。びっくりし、私この前沖縄行ったんですよ。もう本当10月とかなんですけど、沖縄に行った時に私が予定なんだろう、舞台の予定かな、舞台の休みがまだギリギリまで分かんなくて、見えない人たちかな、なんかやってたのかな確か。で待って、予定なんだろう、休み、やっぱ休みになったわって言えたのが、もうほんと沖縄に飛ぶ2日前とか3日前なんですよ。そうで、まあ4日前ぐらいに2人が予約しといて、その飛行機を予約しといて、でその3日前ぐらいに私が行けるってなって、で雪丸がね同じ便をバーって予約してくれて、 Thank you ってなったわけですよ。 OK じゃあひなのはホテル予約するねって言って、あじゃあ私レンタカー予約するって言ってもうね勝手に分担されるからね、超楽。うん、ひなのホテル取るね、ここでいい、ここかここかここみたいな、えここめっちゃいいけどこっちの方が良くない、じゃあ1日目こっち泊まって2日目こっちに泊まらない、オッケーオッケー、じゃあ私さレンタカー予約したいんだけどさ、これとこれ、この車とこの車どっちがいい、でも小さくていいよねみたいな、でちょっとコンパクトがいいよね、オッケーオッケー、じゃあこれで予約してる、オッケー予約したよ、オッケーオッケーオッケーみたいな感じで、本当に30分間で全部決まるぐらいの、最高でしょだから例えばじゃあ明日さユニバ行こうって言ったら行けるんだよね、2人。ふっかる、ほんとふっかるってありがたい、私もふっかるだから割と。コナンのあれアクションできたの、マジ。この前前日に広島行くの決めて、発車の3分前に新幹線チケット、ウィズエントップ、やっぱエントップってそうなんかな、わかる。ちなみにのんのんは ESFP、 あれ ESFP ですね確か、か ENFP、 ESFP だった気がする。で友情の相性がマックスいいらしいの、すごいなってね。
ごちそうさまでした。本当だ、こっちの画質いいね。J は何ヶ月前から決めないと無理な人、そういう感じね。甘い系ですか？甘い系だと思います。どちらかというと私はね、緑茶は苦い、下手な人が入れた緑茶飲めませんってぐらい甘い緑茶が好きです。やっぱね、全然違うんですよ。ちゃんとした入れ方でやると本当に美味しいんですね、緑茶って。だからマジでちゃんとした入れ方で一回でいいから入れてみて、ハマっちゃうから。インライ TikTok ショールームすごいな、どういうこと？ゆきりんさんの卒業公演、ゆきりんさんが卒業なんてね、想像しなかったよね。でも私、ゆきりんさんが卒業するまでは絶対 AKB にいるって思ってたの。けど全然私の方が早かった。でも全然でもないか。2つしかやってない。インスタとショールーム。J の人、私 J の親友がいるんですけど、マブダチ、超、まあ、超 J なわけじゃないけど、例えばじゃあ温泉とかサウナとかが好きな子なんだけど、私も温泉好きだね。で温泉行かねってなって、でさ、関東ってさ、もういっぱいあるじゃん温泉。例えば日帰りでパッと行けるってのを想像したら、どこだ？群馬の草津、日帰りじゃなくても泊まりでもいいし、草津とか栃木の鬼怒川温泉とか、そう熱海とかあるじゃん、箱根とかで。熱海か箱根か鬼怒川温泉かその辺じゃねって言って、じゃあ王道箱根温泉とか王道じゃないって言ってさ、じゃあいついつぐらいにさ箱根温泉行こうよって言ってたの。たださ、もう本当に行こうよって言って、じゃあ何日空いてる？何日空いてる？って言って、あ、オッケー、何日空いてるね。その日にじゃあ何も入んなかったら行こうってなっちゃう。でさ、もうね、本当にそのぐらいに予定立てないと無理なんだなって思った。しかも結局あの同じようなねお仕事をしてるような人なんだけども、マッチで。やっぱ俳優さんとかさ、そういう芸能界とかで本当に超急にスケジュール入るの。例えば明日オーディションですとか、稽古の日程もね1週間前に分かればいい方みたいなって感じだね。だからさ、もう急にその子も予定が入ったっぽくて、
ごめん無理って言われて、はみたいなね。でもまあ同情なんで許したるわって言ったけどね。F って大変だな。まあでも F も F でふっかるな F もいますからね。正直ふっかるなんだけど予定立てるのが早い F、 F の人。 F じゃない J いるよね。まあいるっちゃいる。てか そろそろ終わろっかなみたいな。ホットなお茶飲んだからだ。これも熱い。すごいね、こう入れたんだけど。予定立てるのが早い J はね、最強。でもミントほうじ茶です。ね、あの何も EN 違う MBTI とか FF じゃない J です、 P ですっていう以前に女の子が1時間ぐらいメイクしてる時間でもう遊びモチベマックスだから、そこでやっぱゆっくりしよっかってなるのはやめてた方がいいですよ。世の中の男性の皆さん、特にもう女子同士だったらさ全然、いや女子同士も嫌だよ。女子同士もいや、うん、女子同士もまあねありますから、たまにちょっとだるくね。だから F とか、まあ、F じゃない J とか P とか関係なくね、それは嫌なのが分かりまして嬉しいです。うん、MBTI のせいじゃないんだなっていうことが分かって嬉しいです私はさあじゃあインスタの方終わろうかな。インスタの方先に終わるね。ちょっと連絡が来ちゃいまして、大切にされてください大切にしましょう皆さんで。女子同士でもねありますね全然女の子は怖いですから。全然ありますけど、でも私の友達は少ないかな。友達っていうかマブダチ、もうほんと私狭く深くの典型的な例なんですよ超。だからもうこうなってるって感じこうなってるって感じ友達の像が。でこれここかこれ以外かみたいな、もうローランドさんみたいになってるんですけど、マブかマブ以外かみたいな分け方なんですよ。だからマブの人はもうマブだけど、マブ以外はもう全員友達みたいな。そうだからもうこんぐらい細くてこれ以外の友達がすんごいいて、こういう感じで、でそれ以外が他人みたいな感じなんですよ。だからそのマブのここの部分の人は割ともう私に似てたり、やっぱさすがマブダチみたいな感じなんですけど、友達にそんなマブとかマブじゃないよ、なんかねマブマブじゃないっていうか、心を開けてるか開けてないかみたいな。
そうだから大体私から名前が出る人だったり仲いいって言ってる人は大体マーブ。友達、まあ友達、知り合いではあるんだよじゃな、友達っていうかっこ友達の枠っていうのが存在するよね。知り合いなんだけどそんなに遊んだこともないし、けど私は友達だと思ってるよっていう。もう私一回話したら友達なんで、あと友達の友達は友達っていうシステムでやらせてもらってて、まあ、ジャイアンシステム、うち結構ジャイアンシステムやらせてもらってて、まあ、ジャイ、まあ、お前のマブダチは俺のマブダチみたいな感じですかね。でもって俺の家はお前の家スタイルなんですよ。なんで、まあ、俺の家はお前の家ってことで、結構あのまああのあれですね、宇多田ハツカちゃんがのご家族がちょっとコロナとかなっちゃった際に、私の家にね一人でハツカちゃんがいることも結構ありました。まあ1週間ぐらいハツカちゃんは俺の家はお前の家状態で過ごしていただいたことがありましたね。本当にそんな感じ、ジャイアンシステムなんです。私はんで、我がお家に来る方はみんななんかこうやってしておかえりって言ったりするねとか、先に私のお部屋に入ってて、先に入ってるねとか言って入って、あのお誕生日のね飾り付けをして待っててくれたり彼しかしてんって思うでしょ、ほんとにね。だから逆に言えばそのお家に来る人は結構なマブダチだと思います。ほんとに俺の家はお前の家、あのいいジャイアンの方、そうそう、ミッサーの家はミッサーの家、ハツの家はミッサーの家、逆ですね。私の家は私の家、私の家もハツカの家って感じ。それしたら彼氏が嫌がる。あ、そうなの。そういう感じの彼氏。知らんやつ家におるわってなるってことでしょ。知らんやつ家におるわってこと。あ、かんちゃんかんちゃん。なんだか。知らんやつ家におるわ。え？鉢合わせるってこと？友達が勝手に家にいたら彼氏からしたら誰お前って。あ、そういうこと？他人と他人が鉢合わせるってこと？はないですね基本。だから例えばハツカたちが来てるときは、例えばハツカたちが来てて、ハツカたちが来てて飲んの、まあ、飲んのも知り合いだからな。私のじゃあ宮崎たちが来ててうちに、でハツカたちが泊まりに来ようとしてた、したらごめん宮崎たちがいるから今日泊まれないわって返す。無理だ無理だっていう返信をして、オッケーって大体言うから、はーいってそれで終わるんだよ。それで終わるのが私のマブダチの良いところ。そ
そんな感じかな。結構シフトみたいな感じこうなってるんで。まあ合鍵を渡してるわけじゃないので鍵はお一つ。ただ鍵ボックスに入れて受け渡しをしております。友達の友達ならいけるパターンか。あ、でも合わせたことはある。全然友達、私のマブダチみたいなで、吉田と宇多田にと絶対会うからとりあえず今日来るから2人も来るみたいなで、え、いいよみたいな感じで、でみんなでガハガハお酒飲んでで、まあ、あの女宇多田と吉田は酔っ払ってこの辺で寝るじゃん、こうやってこの辺寝てんすよ、本当に。で、その友達もおやすみって言って、もう眠いって、私以外みんな寝ちゃうみたいな。でもね、仲良くなってたよ。だし、なんなら吉田の友達も私友達なんですよ。吉田のマブダチ親友がいるんですけど、吉田の親友とも結構親友レベルで仲いいです。吉田と会うってことは私とも会うんだなって思った。あんまり酔うまで飲む、なんだろう、限界まで飲まないかな。だってさ、誰か一人冷静な人がいないとさ、やばいじゃん。例えばもう頭ガーンってめっちゃ血出てるとしても、みんなが言ってさ、え、待って血出てるじゃんってなったら困るじゃん。沖縄の配信ギリアウト。沖縄の配信っていつ？のんのんたちとしたやつ？なんだ、ね、これ超飲むことあんまない。もう人によるかな、一緒に飲んでる人による。一緒に飲んでる人がお酒強かったりしたら全然飲むんですけど、私もお腹がいっぱいになるんですよ。そう、ちょっとインスタライブ終わるね。結構やってるっぽいから、インスタライブが惜しい方はぜひショールームへお越しください。川原美咲で出てくるので、ショールームを調べたら。さようなら。さようなら。ありがとうございました。またね、またね。明日まで、なんだっけ、明日まで少年秘密クラブゼロの物販が、を買えるので、ぜひ、詳しくは、少年秘密クラブゼロ、舞台少年秘密クラブとかで調べると、公式の X が出てきますので、そちらから、のリンクからぜひね、行ってもらった方が早いです。それか私のね、ストーリーに、そのインスタ、違う、X のやつ載せてるので、URL。なので、ぜひ、よっ。ぜひ、DVD とか購入してください。明日までです。 DVD 買うとブロマイドとかついてきますので。
ついてくるっていうか、その売ってるブロマイドじゃなくて別の DVD 限定のブロマイドとかあるので、ぜひぜひ詳しくはオムライスさんのポストも、本当にそう、もう全部書いてありますから、うん、ありがとうございます。いつもぜひ、もう感動しますし、あのなんだろう、感動するし、2回3回見ることで理解がより深まるんですよ。え、待って、それはそういうことだったのかっていう。なのでDVD ゲットして2回3回ぐらいぜひ見てほしい。結構2回目とか3回目で待って、これはそういうことだったのみたいな。で2回目で泣いたとか、まあ、1回も泣いたんだけど2回目で理解が深まってより泣いたみたいなやつ、よくね感想でいただいてたので、ぜひそれを体験してみてください。バイバーイ、終わります。ショールームはもうちょっとだけやろうかな。おやすみー。消しちゃう、消しちゃうと。スキー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 。何話してたんだっけ。そんでさ、何話してたんだっけ。そう、お酒の話か。でも私ももう22歳ということで、良きお酒を飲むタイミングが増えたわけですよ。ね、安いお酒も良いと思います。でもやっぱさ、それなりにお値段がするお酒とかをさ、例えばなんかちょっと先輩にちょっと飲ませてもらったり、ちょっといただいたりとかさ、ね、ご飯行った時にちょっといいやつ飲んじゃおうかなとか言ってさ、やってるとさ、あの高いお酒って美味しいんだねっていうことに気がついた。あのね、私初手、横内健介さんいるじゃないですか。横内さんがもうみんなのパパみたいな感じなの。いや、いい意味でのパパだよそういうパパじゃなくて、もう東京のお父さんって感じなの。だからもう相談事は俺にしてこいみたいな相談事はもうみんな俺にしてこいみたいな。しかも横内さん恋バナめっちゃ好きなの。だから例えばさ、劇団員さんがいるわけなのよ、横内さん。なんだっけ、ちょっと瞬時に忘れちゃった。あ、扉座とかの恋愛事情を、ね、聞くのがすっごい好きらしいのそうだから女子会とか、将来はなあ、こんな男性を選びなさいとかなんかね、もう女子会なの女子会なんですけど、たまに夢見ると横内さんで、てか20日が結構横内さんにね相談をするのが好きで、で私たちも横内さんに相談するとすっごい的確な答えが返ってくるので、そうだから女子会みたいな、横内さん女子会みたいな感じなんだけど、横内さんと前女子会した時にあの本当にあのご両親にいい人見つけたらご両親に紹介する前に、おあの俺に連れてきなさいっていう感じだけど、いいじゃんとか言ったりするめっちゃ最高でしょ、ほんと最高。
じゃあ私一旦ミスさんに見せ、マジで連れてきな。マジで連れてきな。そうで、そういう時に横内さんに、おお好きなの頼みなさいって。で逆にいいお酒をあんまりそれまで飲んだことがなかったの。てかそんなにお酒を飲む機会がなくて、私自身、まあたまにね、ハツカとカレンと宅飲みとかなの大体。だから横内先生がみんな二十歳を過ぎたぐらいだったの確か。そうで二十歳のお祝いに、じゃあなんかお祝いだなって言ってお祝いの乾杯をしてくれて、そうでちょっといいねシャンパンをいただいたんですけど、もうね美味しすぎて3人でうーんとか言ってた。スパークリングワインかな、いやシャンパンかな、シャンパンですね、いやスパークリングワイン、なんかどっちかだった確か。でこれ美味しいんだって言って横内さんが入れてくれたんですけど、あんまり、いや甘いかな、ちょっと甘いんだけど、そのなんだろう、なんだろうな、なんか癖がない感じのやつで本当に美味しくて、もう吉田とかうーんとか言って、ハツカもあいちとか言ってて、めっちゃ似てたよね今。びっくりした自分でも。うん、でみんなでこの美味しい、やっぱり高いお酒って美味しいんだねって言ってね、それから高いお酒って美味しいんだなっていうことが分かったので、例えばさ、そういうもうさ、上司と飲みに行きますとかさあるじゃん、だったりなんかそういう時にいいお酒をね飲んだりとかすると、いいお酒ってなんか癖がなくて美味しいんだなって思うよね。でそういうちょっといいお酒ばっかりを飲んできた人たちがみんな言うのは、いいお酒はねちゃんと、なんだろう、あんまり酔わない、まあガバガバ飲んだら酔うけどね、あんまり酔わないんだよって、通常の量だと美味しく飲めるよって言ってて、うん、悪酔いしない、なんだろう、もうそれは気のせいかな。でもそうね、良し悪しが分かるようになったかな。そう悪酔いはしないかも、その酔わないっていうわけじゃないけど、悪酔いはしないかもしれないって思った。WHO は症状でも酒は毒って言ってるぜ。もうそんなんね知らんですよね、だって私の人生だもん。例えばお酒が好きで、でもお酒、例えばじゃあお酒は毒だよって言われたとして、じゃあ私ハンバーグが好きなんだけど、ハンバーグは体に毒だよって言われたとしても、私の人生なんだからハンバーグ食べて死ぬなら本望だよって思っちゃうの。もうそのレベルだよね結局は。だからもう自己責任って感じ、もうお酒が好きな人どうぞって、まあでも飲みすぎは良くないわよって。お酒よりタバコが毒で、まあタバコはね
タバコはもう目に見えてわかるじゃん。ただお酒ってさ、結局まあタバコもだけど、コミュニケーションの一部としてさ使われることが多いじゃん。結構私の知り合いも、なんだろう、私の知り合いもさ、なんか舞台の人って結構タバコ吸うのね。吸う人が多くて、で舞台の人とどうしても仲良くなりたいからタバコにちょっとチャレンジしてみたみたいな人がいて、まあ1ヶ月ぐらいでやめてたんだけど、知り合いがそう。けどそのやっぱ喫煙所での会話って結構でかいなみたいなって言ってて、やっぱそこでのコミュニケーションもあるんだなって思ったから、そういう理由があっての喫煙とかは全然私はありだなって思います。私は吸わないけどね。そう、タバコミュニケーションって言いますよね。周りが先に酔ってく、酔ってくだまくような場所ならだけど、ラウンジみたいなちゃんとしたところだと違うから。え、何が？添加物気にするのは酒も、添加物そうね、気にしてるけど、お酒はあんまり私飲まないです。そう、全然飲まないけど、たまになんかみんながお酒飲んでてさ、一人ウーロン茶飲んでたり、私コーン茶が大好きだからコーン茶飲んでたりするの。けどたまにさ、やっぱみんな楽しそうだな、飲もうかなって言ってちょっとだけお酒を飲むことはあります。けどワインとか、ワインとかのが多いかな、飲むことは。今の推し友とか喫煙所の仲良くなった人、ああやっぱそうなんだ。某 学部生としてタバコは勧められるタバコね、私もタバコの匂いはちょっと苦手なんです。実はコーン茶好き、ホッとするお茶、え、いいよね。私も焼肉とか行ったらさ、コーン茶とか絶対あるじゃん。その、わかんないけど、コーン茶が結構あるのね、私が行くところは。で、コーン茶を毎回頼んでる。雪丸とのんのんとしかほぼ焼肉行ってないんだけど、最近。だから、本当にたまに焼肉、たまに焼肉って感じなのよ。のんのんは毎日のように焼肉を食べてるけど、たまに焼肉、たまに焼肉がいいじゃん。そのたまに焼肉の部分をちょっと美味しい、いいとこにすることによって、大変いいお食事ができてます。毎回コーン茶美味しい。コーン茶勧めたらね、のんのんも最近コーン茶飲んでた私ゆきまるも結構コーン茶飲んでたかな、この前。もうみんなコーン茶だんっつって、おいしいおいしいよね、ミスさんに言われてからハマったとか言って。あら、そうですか。今ではほんの少しでも毒ってことになった。そうなんだね。大量のお酒飲んだらやばそうだから気をつけて。私本当に限界まで飲んだこと2回しかない。2回あるんかいっつってね。けどお家でかな、それも。
毎日料理作ってくれる彼氏作ってミスさんに見せようと、動画で送ってきてね動画でね、でもみんなの彼氏彼女見たいな。なんかさあ、こういうさあ、まあ全然ある、はいではない、でも私履かないんですよ。履かないっていうか、なんだろう、履くまで飲まないけど、履くに達するまで酔えない。もう本当に立てないぐらい、あ無理だ立てないってなった時、いや本当に2回ぐらいなんですけど、あのね、夜の9時から1時2時ぐらいまで飲んで、1時ぐらいまで飲んで、もうそのまま無理眠いって言って寝たらしいの。いや寝たらしいのってか、もう寝た記憶はあるんだけど、記憶全部あんのね。そう寝て3時半ぐらいにパッて目覚めたの。2時間半ぐらい寝たのかな。でもその時ね、10が 100% 酔ってるとしたら、結構もう3割ぐらいになってて、あの上、なんだろう、消化が早いのかも。遺伝子ですかこれ、九州人の遺伝子。マジ死ぬほど早いんだからさあ、みんながさ1杯目飲んで2杯目飲んで、はい積み上がっていくじゃん、3杯目4杯目って。私1杯飲んで10分ぐらい休憩したら酔い冷めんの、ここまでてかこう飲んでこう飲んでこうでこうなんの。だからもうめっちゃ喉のアルコールが強いものをこう重ねていくと、やっぱその分強いの入って、このヘリが少ないからもうかさ増しが早いけどね、分解能力がね早い、高いのかもって思った。こう続けてこうお酒を飲み続けないとずっと酔えないんですよ。酵素を分解する酵素を、あ酵素を持ってればいいの？酵素を増やす方法ありますか？けどやっぱね、シャンパンとかワインって結構酔い回るの早いですよね。ワインとかをいっぱい飲んだ日に結構うわマジでやばいかもって思って、外でお酒を飲んだんですよ。で全然帰れるんですね。もう意識がちゃんとあるし、酔っ払った 100% の立てないまでじゃないから全然、あやばいかもってなるのが7割ぐらいなんですよ私。でそれでまあそのまま帰るじゃん。でも明日に響くのが超嫌だから、まずしじみのお味噌汁を買って、お味噌汁飲んで、であのほらさどっか行っちゃった、あの栄養ドリンク飲んで、でそのまま寝たんですね。そしたら朝すっきりだったね。やっぱしじみってすごいんだなって思いました。水飲んで、しじみ飲んで食べて、ポカリウーバー無理、分か
かんないけど、私は2リットルのお水をとしじみ、あ、ポカリも飲んだ。しじみとポカリと栄養ドリンク、これをまずしじ栄養しじみ飲んでちょっと中和させて水挟んで、でポカリ飲んでまた水挟んで、で最後栄養ドリンク飲んで寝る。ウッコン、ウッコンじゃない、もう本当になんだっけあれ、私がよくね飲んでるんですけども、ピンクの忘れちゃった有名なやつ、リボディちゃう、リボビタン D じゃなくて、なんか忘れた。まあでもリボディ的なやつ飲んで寝た。リボビタン D じゃないんだよ、あ、リボビタンファインだ、ファイン正解。リポビタンファインはマジで飲んで寝ると全然違いますね。私朝の寝起きが全然違う。糖質ゼロのやつですね。あ、そうなんだ。なんか昔ね、ナルにもらったんですよ、確か。どこだったっけな。あ、それこそ一番最初の嬉野のイベントの時かな。確か。か、どっかのツアーの時かな。習ったツアー？違うか。なんかね、ナルがリポビタンファインをくれたんですよ。そう、いつか。で、これ飲んで寝たら、朝めっちゃスッキリするよって言って。で、まだそんな、さ、めっちゃ仲いい、イエーイ、ナルみたいな感じじゃなくて、あ、クラノーさんみたいな感じの距離感だった時なの、確か。で、その時に、と思って、もう普通にね、ソナウちゃんだから意外と。だから、普通に飲んで寝たの。したら、朝の寝起きが違いすぎて、すげえってなって。そう、それから愛用してます。もう6年ぐらい。なるのおかげで。そう、試してみ。私はもうね、限界、やばいけど明日これちゃんと起きないとなってなるとき、例えばめっちゃもう2公演して疲れまくったけど絶対朝明日早く起きなきゃいけないみたいなって時はリポビタンファイン飲んで、なんだっけな、で急、あ、なんだっけ、錠剤、キューピーコアゴールドアルファみたいなの錠剤のやつを一個飲んで、でアイマスクして寝る。これやばいっす、めっちゃ。実習疲れた時やってみて、もう本当に限界疲れた時ね、試してみて一回。
そんじゃ1時だから終わろうかな。効果あったらみんなに広める。あの体にいいか悪いかとかもさ、まあ絶対悪いんだけどさ、そんなの悪いに決まってんだけどさ、もっといい方法あったら教えて。あんた得意分野じゃないの？マブダチ？あんた得意分野じゃないのとか言って、カフェイン入ってるのに目覚めやくない？あのね、カフェインって少量の摂取だといいらしいの。けど紅茶とかそのコーヒーとかってカフェインの量がちょっと多じゃなくて結構入ってるのね。だからまあちょっとホットの紅茶とかぐらいの一杯、ちょっと少量を一杯みたいな感じだとちゃんと寝れるらしいよ。寝つきが良くなるらしいよ。って言うらしい。まあ飲みすぎたら目バキバキになるのでお気をつけください。16分でしょ。ミスさんカフェイン豆知識で前回の試験乗り越えた。え、どういうこと？紅茶のが多いよみたいな的なやつ。頭痛せずに起きれた。よかったね。よかったね。全然違うんだ。でも紅茶とコーヒーで。アメリカ人半端なくコーヒー飲むけど、ミスターアメリカだからコーヒー好き。あのさ、焙煎所みたいなところのさ。コーヒーってめっちゃ美味しくない？私いっぱい飲む方じゃないんです。コーヒーが大好きとかでもないし、ね、いろんなところのコーヒーを飲んで回ってますみたいな感じでもないんだけど、まあ好きっちゃ好き。美味しいコーヒーを探すのが結構好きですね。だから例えばチェーン店は本当にどこでもあるじゃん。けど例えばお稽古場で行った先にある喫茶店とかで飲むコーヒーだったり、コーヒー豆ショップ焙煎所みたいなところが出してるコーヒーとかで苦くないやつがあるんですよ。種類がマジで分かんないけど、なんか苦味が少ないやつで、やつありますかって言って、こちらですね、こちらどうですかって言われて、じゃあそれでとか言って頼んだりとか、まあ大体適当にね、もうアイスコーヒーっていう選択肢しかね、アイスコーヒーかホットコーヒーかカフェラテかみたいな、そういう選択肢のところもあるじゃん。やっぱアメリカンかとかじゃなくて普通にもうそれしかない。そういうところのもうめっちゃ美味しいんですよ。やっぱりどういう味、苦味が少なくて、なんだろうな、すっきりしてるやつが好きですね私は。苦味少ないけどフルーティーすぎてもコーヒー感がないから、
うん、苦味が少なくてすっきりしてんだけど、ちゃんとコーヒーの香りはあるみたいなやつが好きです。あ、だから水出し好き、私も。水出しコーヒーね、焙煎所とかの水出しコーヒーって本当に美味しいよね。私ナルにコールドブリュー用のあのチーム4の最後の時かな、でお世話になりましたってナルに何かプレゼントをしたいなって考えた時にコーヒーハマってたんですよ、ナルが。その時期だから、でしかも8月の上旬とかだったから、冷たいコーヒーが作れる、美味しく作れるやつあげようと思って、で、あの豆をこうね、じゃブルーボトルの水出しコーヒー、コールドブリューが作れるやつあげたんですよ。でもそれ自分もね、欲しかったなって思うけど、絶対買ってもね、作ってないと思うからよかったんだけど、人にあげたりするとね、欲が満たされるよね。ねえ、全然どうでもいいんだけど、私年上と年下どっちがいいと思う？年上。あなたの意見を引っ張ってくれる人がいいと思う。チミの場合。けど年上だけど、その全部なんだろう、ポジティブな年上かな。ああって、本当に美味しいコーヒーはブラックでもほんのちょい甘みあったりするもん、ね、そうなんです。だ、本当に美味しいコーヒーを飲んだ時に、私はね、最初初めて飲んだ時に、うわ、コーヒーってこんな美味しいんだって思ったぐらい美味しいよね。年上で、なんだろうな、何がいいんだろう。君の場合はなんだろうな、あんたなら、で、私みたいな人もう私みたいな人探すな。もうポジティブっていうか、何でもポジティブに捉えすぎたらちょっとイライラするかもしれない、わかんない、するかもしれないから、え、何ってね、え、なんでその適当なのってね、なる可能性があるので、あのポジティブで、あんたすごいね、大丈夫、できるできるって言ってくれるんだけど、あのちゃんとした相談をしたら、ちゃんと親身になって聞いてくれて、的確な答えを返してくれる人で、かつ、私みたいなツッコミをくれる人、やっぱり多分ボケ一律だと結構きついかもしれないのでそう、年上でも子供みたいな人もいるから気をつけ、まあいますね。大体さ、男の子ってさ、大体の年齢より精神年齢が低いからね。全く同じこと言われた。え、よかった、私の推理当たってたよ。何言われたの逆にでも本当に年上、まあ年上じゃなくても同い年でも全然いいんだよ。同い年から年上のそのこのゾーンかな。で、ちゃんと引っ張ってくれて、外にも借り出してくれる人、借り出して、で、ちゃんと
ちゃんとこう返してくれる人、会話を。なんか最近の男ってさ、マジ喋んなくない？ミスさんみたいにうるさい人いないかな。それな、それな、なかなかいないから、なかなかいないからさ。ふっかるも重要だと思う、マジで。だってさ、え、明日さ、ここ行かないって言った時にさ、え、明日？え、明日かって言われたら、お前休みなのになんなんってなるじゃん。友達に優しいだけじゃなくて、ちゃんと意見をくれる人で年上だと長いしみたいな。マジでさ、本当にそう、本当にそうだと思うよ。そう、連れ出してくれる人がいいと思うな。優しいし、ちゃんと意見くれるし、でもボケツッコミにちゃんと対応できる心の広い人。こんな人なかなかいないけどね。優しすぎても困ると思う、あなただと。だからある程度人並みの優しさを持ってれば大丈夫。人並みの優しさを持ってれば大丈夫なのね。で、けどちゃんと意見くれる人は絶対そう。優しすぎると私逆に無理になる。え、よく分かってっしょやる、よく分かってっしょとか言って理想の彼氏。じゃあ、マナちゃんの彼氏が年上がいいか年下がいいかって話で、まあ自分同級生から年上のこの、これこの像ね。で、まあ人並み程度に優しい、そんでボケてもくれるし突っ込んでもくれる良い距離感で、ポジティブなんだけどちゃんと意見をくれる人で、ふっかる。ごめん、持っといて。本当にこうだと思う、絶対。細かいボケをちゃんと理解してくれて話通じる人。いや、それ大事よ。なんかさ、いや思います、私も女子でも男子でもそうなんだけど、友達としてね、なんか細かいボケをし、ボケ、自分がボケて話通じない人マジ多い。ほんとイライラするそれな、いや、それなとか言ったらあかんかもしれんけど、それな、私も話通じない人は本当にちょっと、あ、苦手かもしれない、合わないかもって思っちゃう。そのぐらいやっぱ大事、話が通じる人って大事だよね。多分ね、それぞれにタイプが違うから、自分の話が通じる人と、まあ自分、この人とは私は話通じるけど、その私と A さんは話通じるけど B さんと A さんは話通じないみたいなことがあると思うから、相性の問題ね、そういうこと、そんなのはね。けど細かいボケをちゃんと理解してくれて話突っ込んでくれたり、それにボケを重ねてくる人だと、うわ最高ってなるから、私は。だからそういう人が結構周りに多い感じ今そう、ボケたらボケ返してきたり、ボケ続ける人が多いかな。私、友達がボケてきて、私がボケて、こうでボケ重ねて、いつまでやんねんが落ち、長いなーって、長い長いが落ち。それが彼氏だったら本当に最高なんよね。それが彼氏だと最高だよね。けどそれができる人ってね、モテんのさ。
それでもってさ、人の話をちゃんと聞いてくれるでしょ、そういう人って。優しかったりすんのよ、ちょうどよく、ちょうどよく優しいんよ、そういう人って。そういう人ってモテんのよ。もうたとえ、まあ、顔がさ、例えばもう吉沢亮さんみたいに顔が整ってて、で、あの整った顔でボケもツッコミもできてみたいなさ、あれはモテるよって思うでしょ。でも吉沢亮、顔が吉沢亮さんじゃなくてもなんかね、モテんのよ、そういう人って。もう誰も彼もがかっこいいっていう顔がかっこよくてもね、中身が面白くなかったりかっこよくなかったらモテないんだよって思う、本当に。なんかイケメンなのに思んないなーとか、ああミッサーより思んないなーってなる、ミッサーより思んないなーってなるような人はダメ。あのそこで基準で考えて、あ、いいなって思った時にここバロメーターをここに貼って、あ、ミッサーより思んないってなったら、それは多分あなたが満足できない。ごめんねよ、ごめんねよ、だからごめんねよって感じだから。だからその、あ、ミッサーぐらいおもろいとか、え、ミッサーと同じぐらいおもろいって感じたならゴーサインかな。そう。でもあのやっぱね、動画見て、動画送ってきて GO だったら、動画とかそのまあ投稿でもいいわ、ストーリーでもどうですかって、ストーリーでまあ裏垢とかでも全然大丈夫なんで、ストーリーで送ってきていただいて OK、 この人いいねって思ったら、あのはいいねしとくんで。でも本当にそうだと思うわ。石井先生動画なんだよね。あとん、彼氏にミッサーのことなんて説明したらいいの。え、マブダチって言っといて。基本さ、私本当思うんだけど、なんかさ、例えばじゃあ結婚したい人ができました、彼氏ができましたってなった時に、一番最初に突破するべきもんって親友だと思ってるの。推しっていうか友達っていうか審査員っていうか、まあ、それでいいと思う。まあ、推しっていうかまぶたちっていうか審査員っていうか、まあ、とりあえずいいからって言っとけば大丈夫。そう、本当に最初親友を突破しないと無理だと思う。っていうか結構その女友達の意見ってマジで大事だと思うし、男性の皆さんも男友達の意見って本当に大事だと思う。だからそのねって思って、親友から見たその人とかさ、第三者から見たその人と私から見たその人って多分さ、見え方が違うのよ。で、親友がゴーって言ってる人って結構相性が良かったり、ちゃんと長く続いたり
っていうことがね、世の中にも結構多いらしいんですよ。逆に親友がダメ、この人やめときなって言った人って、まあでもさあ、やめときなって言われてもさ、うん、でもやっぱ好きとかなるじゃん絶対、人間って。でもやっぱ好きってなったとしても、ちゃんとね、あんたたちの言う通りだったわってなることが多いらしいの。My birthday, can't you happy birthday to me? Your birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kirito. Yay. Happy birthday. 親友が止めてもよく聞く話、そうでしょ？だから客観的に見て、しかも第三者から見て、しかも私がいないところで、例えばトイレに行ったタイミングとかで、ちょマジで聞いとけよって、こういうことちょっと聞いといてくれるっていうのを親友たちに話しといて、それをあのあたかも親友側から興味本位で聞かれてるみたいな感じで聞いてもらうこともできるわけですね。付き合ってもしばらく黙ってること多かったけど、友達の意見必要だなって感じた。そうね、割とそうだと思います。私もよくね、親友とかこの人どう思うってね、合わすなんかあったりとかしますけど、っていうこともあります。この人は多分こういうところがあなたは気に食わなくなるよ多分ね。こんばんは、初めて足尾以外の顔見た、こんな顔だよ。マジ結構キューピッドだから私、任すな。我々はその人が選んだなら、その人が一番なんじゃないかって思っちゃう。うん、なんか男性はそうかもしれないね。男性は結構もう恋はもう盲目ですみたいな感じになることも少ないと思うんですよ。女の子ってやっぱりさ、やっぱ女の子ってこうなっちゃうことが多いの。もう仕事も何もかも、学校とかも、こうこれがあるからっていうものが結構多いのね、そういう人が。だから女の子側だとちゃんと女友達の意見が結構重要になってきたりするんですよ。そう、割と学生の頃からキューピッドさせてもらうもろててですね、私結構まあ 1,2,3 中学校だけで3カップルは繋いできましたかね。まあ繋ぐだけ繋いでね、責任はポーンと渡しますけど。はい、恋をすると周りが見えなくなっちゃう。そうなのかな。人によると思うんですけどね、本当に。けどまあそうだね。そうなる人のが多いのかな、女の子は。男の子の方がそのイメージある。あ、盲目的な？男の子ってやっぱシングルタスクなの。男の子っていうか男性脳の人でシングルタスクなの。だから例えばじゃあちゃんと仕事にちゃんとシングルタスクのそのタスクを仕事に持っていけてる人
はちゃんとした人だと思うの。けどそのタスクを仕事から恋愛に移しちゃう人ってたまにいるんですよ。その男、そういう男性脳の方がそのタイプって感じ。わかりやすく言うと、だからそのタスクをいかに、逆に女の子って全部をこう器用にできるっていうところあるんですよ。仕事も恋愛もっていう、生活もみたいな、遊びもみたいなあるじゃん。けどこの割合がちょっと変わってくるんですよ。女の子って仕事、例えば仕事恋愛遊びとかってするじゃん。仕事がこうなって恋愛がこうなるのね。人によってはこの割合がこう変わってくる感じ。男子はもうこれかこれかこれかこれ、男性脳の人はね、これかこれかみたいな。私結構男性脳のところがあるんでね、シングルタスクも一個一個しか無理です。精一杯お手上げとか言いながらね、とは言いながらね、いろんな、AKB の時はイベント、公演、コンサート、すべて4つ重なった時にすべてを完璧にできる女でした。ありがとうございます。なんか刺さって違うか、心理学系好き、そう大好き。あのちょっと変わった女児だったから、私私変わってるからとかしなくて、ちょっと変わって女児だったと思うの。もうずっと小学校の時とかずっと心理学の本読んでたぐらい。あのね、おまじないとかが好きだったの、ちっちゃい頃から。小1もう物心ついた時から魔女っ子です、魔女が好きだったのね、なぜか。すっごく魔女とか宝石とか、あのほらほらローズクォーツとかあるじゃん、石とか心理学だったり、その心の動き方とか心理テストとか魔法陣とか昔の魔女が流行っ、魔女狩りとかさ、昔のちゃんとした魔女が書いてた魔法陣とかの本をすごい読んでて超好きだったんです。なんかなんだろう、なんか小学、なんか虫いるんだけど窓開いてっしょ絶対。心理学、星野さんと相性良さそうでしょ。星野と相性めっちゃいいの。なんでだろうね、すっごいねえ、一緒にいるとすっごい楽しいんですよ星野さん。前世は兄弟だったか知らってぐらい、知らんけど。魔法陣まで、魔法陣とか好きだったとかさ、ルーン文字とかわかる？ルーン、なんかこうあんのよあんのよとか、ソロモン王、ソロモン王とかが使ってたような、なんかこの文字みたいな、ソロモン王とかが使ってた文字とかを、とかルーン文字とかがすっごい好きだった、ちっちゃい頃、小学校の頃。だから一時期本当にひどい時は、小学校2年生とかかな、3年生とかかな、そう小学校2年生の時にマジでルーン文字、なんかなんとか文字みたいな、ソロモン王が使ってたであろう文字みたいな一覧があるんですよ。
で、これはまだ解き明かされてないみたいな。だから、解き明かしたいと思って授業中にこうやって、これがこうだとしたら、これあいうえをたどってこれどうなんだろうみたいな、ずっとやってた。授業に集中せずね、だって小2のさ勉強なんて余裕だったじゃん。正直聞いてなくてもさ分かるじゃん。まあ社会とかはそういうのは分かんなかったけど、本当に面白いよね中世の何拷問の本、いや面白いね。でそういうことを前世でしてたんじゃない？そういう中世の方だったりとか、それを変えようとした、変えたかったなって思ってたりとかね、そういうのをそのまま来るっていうもんね。でも私は前世でなんかスピリチュアルなことをやってた気がするんだよね。そんなにさ、小学校の子がさそんなことするってさ、今じゃ思うけどさ、魔女狩りする側だった、いやガル側じゃないと思うんだよね。魔女が好きだったから。魔女がさ、あの本当に実在した魔女が、まあ牢屋にね閉じ込められてたけど、呪文を唱えて魔法陣を買い脱走したっていうね例があるらしいの。もう本当かどうか分かんないけどさ、それ見てさすっげえって思ってた小学校の頃は。すっげえっていうか、なんだろう、しかも黒魔法はダメっていうことも理解してたの。全然白魔法は良くて黒魔法はダメでしょ。黒魔法の魔法陣は書いたらダメだから白魔法の魔法陣ならいいかなとか言って、あの小学校のなんか近くの公園の砂浜にこうやって丸書いてさ魔法陣書いてた怖いよね怖いよね本当に。超能力とか、あ、信じてます。信じてるっていうか、現代だと厳しいかもしれないけど、昔の人って超能力がないとおかしいっていう事案が多いと思うんですよ。なんかさ、わかんない、超能力なのか、あるいは別の生物が作り上げたものなのかっていうのってない？よくだピラミッドもそうだし、ナスカの地上絵もそうだしさ、そういうの面白いなって思う。でも本当にやってたと思う、前世にこんなして。オカルトはなあんまり好きじゃないんですよ。オカルトってさ、何までがオカルトなの？神秘的なこと、超自然的なこと、超自然的なこと？心理現象や怪談、ホラーなど人に恐怖を与える怪奇現象のことや、怪異現象のことや、それに加えて超能力や未確認モンスター、UFO などの非科学的アカデミズムから否定される超常現象全般を含めたジャンルを指し、通常そのような意味使うか、そういう感じね。オカルトが好きっていう、その私怖いもの、幽霊とか本当に無理。ピラミッドはどう作ったのって思うじゃん。でもさ、その昔の力であれを作ることって無理なの。
って考えると、私ワンピース大好きなのね。ワンピースって今その状態なのね。昔超高度文明があって、だから小田さんもそういうの好きなんだろうなって思う。結構ね、いろんな、例えばじゃあピラミッドの謎とかっていう YouTube をよく見るんですよ。そう、そういうのを見てると、あれ？これどっかでってなった時にワンピースなんだよね。ワンピースがね、似てる感じなんですよ今。なんか空白の100年って言って、その何が起こったかわからない消された100年があって、でその間に何が起こったかっていうの今結構紐解かれ始めてる状態なんですよね今、ワンピース的には。けどそのワンピースの話がマジでぴったり合うんです。だから小田先生好きなんだろうなそういうのって思うんだけど、なんかワンピースの話で言うと、ちょっとネタバレ含んでたらごめんなさいね。あの高度文、超高度文明、もう今の現代のその医療とか科学とかでも追いつかないぐらいの超高度文明が昔あったけど、高度すぎて絶滅させられたみたいな。今ワンピースがそこなのね。そこっていうか、まあ結構ねあれ、いろいろあれだけど、いろいろ削ってますけど、超高度文明が崩されたけど、意志はそこに、意志が、意志を継いだものが何人かいるっていう、それがねね、とか超ネタバレになるけど大丈夫これ、それが D のモンキー D ルフィみたいな、とか D の意志を継ぐものがそれなのではないか、なのではないかみたいな、そういうなんかその、まあニュアンス的なそういう感じなのね。この文明は何度目か説あるね。だからなんだろう、そのなんかさ、地球が毎年高度なとこ、毎年じゃない、毎回高度なところまで行ったら全部崩されてるっていうのをね、っていうのも見たどっかで。でまあ4つ、例えばじゃあ氷、氷が一番最初って確か炎で終わったじゃん、恐竜の時かな。で2回目が氷、氷河期だったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど。だから今3、4回目ぐらいでもう地球どうなっちゃうのってなってるらしい、そのそういうのが好きな人の間では。わかんない、私はそこまでいけないからいいわって思ってるんだけどさ。心霊 UFO 超能力オーパーツ超古代文明。でも私古代文明好きだな、歴史とか結構ね好きなんですよ。別に過去のことを学んでもってさ思ってる時期あったけどさ、正直正直と言って歴史わかんない、もうなんか現代が楽しすぎたの、私学生の時の私には。現代を楽しむの精一杯だったから過去にまで手出せないやって思ったのね。へりくつでしょ、へりくつだったのさ。現代まで手出せなかったのけどさ、最近現代楽しいなって思う、ま楽しいんだけど、それがちゃんと落ち着いてきてさ、
昔の出来事とかがすごい楽しくなったの。なんか虫いるんだけど、その考えはもう、マジで隕石、そう、隕石と地層変動、氷河期みたいなね。だから次は なんだっけ、ちょっと虫うざいわ、だいぶ虫押すだけベープやるね。ちょっと待って、ほんとそんな感じなの。ユーマが好きね。でも面白いよね。あとね、私あれ、あの説が好きなの。あのなんか今私たちってさ、このまあこう地球がこうあるとするじゃん。でここに住んでるじゃん、まあ、結局は上に。けどこのもうワンランクもう一個うち地層人っていう、地層に住む人たちがいるっていう説がすっごい好きなのね。でそれをなんでそこまでなんか好きなのって思うでしょ。あのね、ちょっと信じられるんだよね。というのもなんかさ、前世みたいなのを持ってる男の子が、まあ、ネット上なんだけどね、超ちっちゃい、もう4歳ぐらいの男の子かな、がスラスラ話してる動画があるの。それがまあめっちゃバズってんだけど、昔バズったのかな。でその地層人と仲良くなったことがあるみたいな。でしかもその子の話が、うわ、なんだっけな、あのね、日本人とルーツ一緒だって言われてるよ。じゃあその地球が結構危なくなった時に日いずる黒髪の日いずる国の黒髪の勇者現るみたいなやつを唱えている民族がいるんです、種族が。それがマジでわかんないんだけど、どこ行っちゃったか知らない。 YouTube でめっちゃ見てるんですよ。おもろいっしょ。地球予言種族かな。どっか行っちゃった。ホピ族、正解。好きですか、そういうの。ホピ族の人たちが予言してるのと同じようなことをその男の子が言ってたの。超ちっちゃい子よ、まださ。だって英才教育したってそんなにスラスラ喋れないだろってぐらい、スラスラ喋ってパーって絵を描いて。でもそれをね、男の子は覚えてないんだって。
ね、その子はホピ族、そホピ族ではないんです。普通のね、どこの子だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、全然普通の男の子。脳の深いところのリジンシビルの過去の記憶があるのもまるにね、面白いねそういうのって。でも私さ、そういうの見すぎるとさ怖くなっちゃうからさ、普通に待って、明日死ぬとしたらまだ全然やりたいこといっぱいあるなと考えちゃうから、一旦見るのやめた。一日ずっとブワーって見て、オッケー理解した、どのぐらいに何が来て何が来て何が来るっていうのを予言されてるわけね、オッケーっていうのを分かった上で、分かった上でオッケー、でも一旦ワンピースを最後まで 見させてほしいのと、みたいな、とりあえず私が死ぬまではそのまま地球残ってくんないかなっていう感じかな。まあ、超自己中超自己中。本当に押せるときに押せですよね。本当そうっす。でも怖くなんない、なんか今言われてるのが666、2026年の、あ、2026年の6月6日と、2025年か2024年の7月15日って言われてますよね。でも私って運いいんだよね私って運いいんだよ、うん、ダライラマも次の人を選ぶとき、もう次の子は分かってるとか、まあでも何そっか、ダライラマって何？7月15日か7月5日かな、5だった、666、悪魔の数字、マジで言っ、関さんってね言ってることほんまほんまやんなあれ日本規模災害を、日本規模の災害起きたとして、起きても一人だけ生き残ってそうだもんね。私？あなた？二人だけ生き残ったら仲良くしてこうな。とりあえずさ、海外旅行でも行こう一緒に。もう私だけ生き残ったら、え待って無理ってなるよね多分。私ね。うん、けど逆に辛い思いをせず、あの幸せに天国へ行けそうな気もしてる。もうどんだけおばあちゃんになったとしても、なんか、はあ幸せだったわ人生って終われる気がしてる。結局ダライラマって何？預言人？
予言するこの中に入る人、じゃ中に入ってくる物体、まあ、そういうのをね考えたところで、予言予知能力なんてね、的確な人がいたら、まあその人の言うことを聞いていればいいわけですよ。ただ的確な人がいないから、この世の中は面白い、 You know？ チベット仏教の偉い人、あ、そうなんだ、チベットのね、次の人選ぶとかあるんだ、へえ、そうなんだ、まあき上げて生きていきましょう、明日も。ずっと転生を続けていると言われている、あ、そうなんだ、悟りを開いた方代々次の人を指名して選ばれる、あ、そうなんだ、今日のラッキーカラー、明日29は黄緑だな、ダライナマはずっと同じ魂の生まれ変わりってことになってる、ずっと同じ人のはずなんですよね、あ、そういうこと、まあ、よくわかんない、もう私は私ってことで、明日もみんな頑張りましょう、そんじゃ終わります、黄緑で明日ラッキーカラー、29は黄緑だよって人いない？29って黄緑じゃない、なんか、じゃあ29黄緑で、じゃあ終わりますわ、13位フロストさん、12位ヌーさん、11位横湯さん、10位ダニさん、9位つむじかずさん、1位マナちゃん、7位オニオンナイトさん、6位エンジョさん、5位キミコさん、4位マサカズさん、3位ベルちゃん、カイトウさん、ミスさんは、2位オムライスさん、ミスさんは、1位アンネさん、ミスさんが最高でした。ということで、え、明日ってもしは祝日ですか、昭和の日だな、昭和の日なんだってさ、よろしく、それでは終わります、おやすみ、良き一日を。